はい、どうもこんにちは、マキです。いつもですねご視聴ありがとうございます。今日はですねトマトですね。トマトはですね結構ね暑くなってくると日差しがですね結構、トマトに当たってトマトが腐ってしまうことがあるんですね。トマトそのためにですね葉はそんなにね切らない方がいいんですけれども、でも、カットしないといけないねところもありますので、そうすることによって、たくさんですね長くですねトマトを収穫できるようになりますので、早速ですねどんな風に作業していくのかっていうところですねご説明していきたいと思います。はい、まだまだね暑い日は続きますけれども、涼しくなったね夕方であったりとか朝とかですね無理のない範囲でですね作業していただくといいかなってね思いますので、よければね参考にしてみてください。はい、それでは早速いってみましょう。マッキーチャンネル。ではですねこちらねトマトですね、はい、説明ねしていきたいと思うんですけれども、まずですねこちらトマトですねググッとね成長してきまして、こうねトマトの軸があります。そして葉っぱがこのように均等にね出てきまして、トマトですね、ところどころにですねこうやって実ってつらならになってですねトマトが、はい、成長するっていうね、そんな感じでトマトはですね成長してきます。ただある程度大きくなってくるとですね、だいたいそうですね15枚から18枚ぐらいですねトマトの葉っぱは残してしまって、あとはね取った方がいいんですね。っていうのもですねこれね光合成するのに必要な枚数であるんですけれども、あまり多すぎてしまいますとトマトですねそちら葉っぱとかでですね栄養が取られてしまってちょっとねうまく成長できなかったり、本来実が大きくねなっていくはずなものが葉っぱばっかりね大きくなってしまうってことがねあるんですね。なのでそういうねものをね防ぐためにですねトマトですねある程度ですね、はい、葉っぱは取っていくといいです。ではですね葉っぱ取っていくんですけれども、どんな風に実際取っていくのかっていうところですね、はい、ご紹介していきたいと思います。結論から言ってしまいますとトマトねここね実ってきていると思うんですけれども、その、トマトが実った下の部分ですね、そこの下の葉っぱはカットするようにするといいです。ただ、トマトの色がまだ、全く全部ねトマト色づいてなくて青色緑色の時ですね、そういった時はこのトマトがなっている下の葉っぱはこれはまだね残しておきます。そして半分ぐらいここねトマト、色がですね色づいてきたらですね、そしたらこの下の葉っぱは取るようにして、はい、管理ですねしてあげると、トマトですね、はい、元気よく育っていきます。ただ注意しないといけないのは、ただね一気にですねトマト葉っぱ取ってしまうと、一気にねダメージを負ってしまってうまくね成長しないってこともあったりしますので、適度にですね1回あたりに 1,2 枚程度、そのぐらいを目安にトマトですね、はい、しっかりと葉っぱ取るようにしていただくと良かったりします。あとですねトマトね上にどんどんね成長ねしてくるんですけれども、脇芽もね出てくるんですね。基本脇芽は取った方がいいんですけれども、成長をですね葉っぱがちょっとね上の方行くと少なくなってきたなっていう場合は、脇芽ですねあえて 1,2 枚だけ葉っぱ残して成長させていくと良かったりします。そうすると本来ねここ脇芽が出てきてカットするところが葉っぱが出てきてまた葉っぱが出てくる、そしてまたね成長するんですけど、ここでカットしていきます。はい、そうすることでこの葉っぱにですね栄養を送ろうと下から下から、養分ですね吸ったりとか水分ですね吸ったりとかして、こっちにね養分水分が入ってこちらのトマトですねより美味しくみずみずしくてですね、はい、いただくことができるようになりますので、そんな感じで管理をしてあげると良かったりします。ではですね実際にトマトですねこちらを見てみたいと思います。はい、わかりますでしょうか。これねトマトですね、今はこのトマトを2本仕立てって形でこちらも育てていまして、こちら2本目脇芽から成長させているトマトになるんですけれども、このようにグググググっとね大きく上に上にどんどんね成長しているのがわかると思います。そして葉っぱですねちょっとね数えていこうかなってね思いますけれども、まず下のトマトですねちょっと見ていきたいと思います。こちら結構ね混み合っているかなと思います。そしてもうね半分ぐらいですねトマトね色づいています。なのでこうなったトマトはですねもう下の部分ですねカットしてあげていくといいです。
じゃあ今日はですね、ちょっとね、葉っぱですね、下の部分ね、葉っぱカットしていきたいと思います。この葉っぱからね、栄養を吸ってこの直近のトマトですね、大きく成長ねしているんですけれども、はい、こんな感じで、まあ、あとは自然に赤くですね、必要な栄養素は取りましたので、はい、自然にね大きく成長していきますので、ちょっとね、はい、ここはね取っていきます。ただやっぱり直射日光ですね、当たってしまうと、はい、トマトですねやられてブヨブヨに、ね、なってしまいますので、あくまでね下の葉っぱですね、その部分だけは取るようにすると良かったりします。はい、よし、なのでこんな感じですね。そして上の葉っぱはね残しておきます。そうすれば太陽が当たってもですね、こちらのトマトにですね、日焼けしにくくですね、美味しく育っていきますので、こんな感じで管理をしていきます。そして葉っぱの枚数ですね、数えていきたいと思います。これが1枚ですね、1枚と数えまして、1枚、2枚、そして3枚、4枚、5枚生えていまして、そして6枚出てきて、7枚、そして8枚、9枚、10枚ですね出てきまして、11枚、12枚、13枚、14枚、そして15枚目ですね出てきています。こんな感じでね、トマトですね、はい、しっかりとね成長していきますので、そんな感じでですね、トマトですね、はい、葉っぱですね残して、あとの葉っぱはね取るようにしていきます。そうするとこちらもねトマトね、ちょっとずつ、青くねなっていますけれども、こんな感じでねどんどんとね大きく成長していきますので、はい、そういう風にですね育てていくと良かったりします。そして、今後ね成長していきまして、上にね届かなくなっちゃうんですね。そうするときですね、このつるですね、下のつるは、ちょっとずつ全体的に、垂らしていきます。垂らしていくことによって、上にですね、水とか水分ですね、やっぱり上に上に行くほどエネルギーがね必要になりますので、そういったところでですね管理をしてあげると良かったりします。はい、はい、そしてですね、今日はですねちょっとね糖度計ですねをちょっと購入しましたので、こちらねトマトですね、糖度ですねどのぐらいあるのか測ってみたいなと思います。これがね糖度計になりまして、はい、こちらですね、ここに果汁を入れて、計測するとですねしっかりと、はい、糖度がねなります。一般的なトマトはですね、だいたい糖度だと4から6度、そのぐらいになるかなってね思います。いちごとかね、スイカとかメロンとかですね、甘い果物だと12度とかですね、もっとね甘いものだと16度とかねあります。果たしてねこちらトマトですね、ここは自然農園で、藁とかですね炭とか、草とかですね、そういったものを入れて、特に化成肥料とかね牛糞堆肥とかそういうね肥料系はね入れてないんですね。これで果たして結構ね食べたんですけれども美味しかったです、ね、で果たしてどのぐらいですね、特に肥料も入れないでやった場合どのぐらいなのか、糖度ね測ってみたいなと思います。ここ熟していそうなこちらのトマトですね、収穫をします。すごい赤々しくてねとても美味しそうです。はい、じゃあちょっとここにね果汁を垂らしていきたいと思います。はい、こちらね今ねやりましたので、ちょっとスイッチを入れて測っていきたいと思います。はい、測定中となりました。あ、出ましたね。はい、こちら糖度がですね見えますでしょうか、 6.2 ですね、 6.2 度の糖度が出ました。そうですね、甘さとしては、一般的な糖度甘さかなってね思います。じゃあこれは持ち替えて、ちょっとねこちらはフルーティカという品種のトマトになりました。じゃあ今度はですねちょっと奥のこちらですね、こちらは麻の傑作というですね、とてもね美味しいと言われている、トマトになりますけれども、こちらも同じように計測をねしていきたいと思います。はい、じゃあちょっとこれで今洗いましたので、やりましたら糖度ですね、今ここだと 0.5 ですね、マイナス 0.5 でしっかりと洗うことができました。じゃあこれで実際またね浅野の傑作はどのぐらいの糖度か見ていきたいと思います。では測っていきます。お、すごい、見てみてください。こちら糖度がですね 9.0 ですね、 9.1 か、
9.1% の糖度です。やっぱり浅菜の傑作のトマトですね、中玉トマト両方こちらね、中玉トマトになりますけれども、はい、全然ね甘さが違いました。まあ、場所によったりとかもね、よって段数とかですね、はい、によっても違いますけれども、どちらもね甘くてね美味しかったですけど、やっぱり浅野シリーズはねすごいなってね思います。はい、いかがだったでしょうかね。こんな感じでですね、トマトね下の葉が切って形で、はい、作業をねしていきましたね。これで、ね、まだまだですね、大きくね成長して、たくさんね収穫できるようになりますので、またね日常的な管理の方法も、まだまだね7月になっても、8月でもねまだね収穫できたりしますので、皆さんもねよければ参考にしてみてください。もしですね、次の野菜、秋冬野菜育てたい場合は、もう8月にトマト型して、もう次の野菜って形でやっていくといいんですけれども、今年はですね、僕ね、たくさんね、はい、長くね、収穫できるようにね、ちょっと挑戦ね、していきたいなってね、思います。はい、じゃあ、今日はね、この辺で失礼したいと思います。最後までね、ご視聴ありがとうございました。それでは、失礼します。